日本の高級フルーツに衝撃を受けたというアメリカ人女性によるエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回は、天国の味がした。アメリカ人女性がお見舞いでもらった日本の高級フルーツとは？の話題です。海外、私も一度は食べてみたい。近年、海外から注目されている日本のフルーツ。日本には安いフルーツもあれば驚くほど高級なフルーツもあります。スーパーで売っているフルーツの品質の高さに驚く外国人さんも多いようですが、贈答用の高級フルーツの値段と味に驚くこともあるそうです。さて、今回ご紹介するのは、そんな日本の高級フルーツに衝撃を受けたというアメリカ人女性によるエピソードです。彼女はお見舞いでもらった高級フルーツの味と値段に驚いたと語っていました。一体どんなフルーツを食べたのでしょうか？早速ご紹介していきます。私にとってフルーツは朝食の時に食べるもの、もしくは喉が渇いた時にちょっとかじる、そんな感じの食べ物だった。もしも日本で暮らすことがなかったら、何も疑問に感じず山盛りになって売っているフルーツを買って食べていただろう。でも私は日本の高級フルーツの味を知ってしまった。今までの人生の中でフルーツを食べてあんなに感動したことはない。日本にはとんでもない金額のフルーツがあるのよ。小さい頃は母親が買ってくる袋入りのフルーツを食べていた。時々フルーツの一部が傷んでいたのを覚えている。売っている時から傷んでいたのか、ぶつけて傷んでしまったのかはわからない。特別に好きなフルーツはなかったわ。大人になってからは朝食にフルーツを食べることが多くなった。美味しいからというよりも、まとめて買ったフルーツを朝消費する感じ。リンゴやプラム、梨やアプリコット、洗ってそのままかじるだけでいいから、時間がない時にもちょうどいい。さすがにスイカやメロン、パイナップルはカットしたものを食べるけど、オレンジやバナナは皮を剥くわ。結婚してからはフルーツを食べる量がちょっと減ったかもしれない。夫はあまりフルーツを食べないから、まとめて買うことが少なくなったのよ。夫とは職場で知り合った。アメリカに支社がある日本の会社で職場恋愛をして結婚したのよ。私は結婚後仕事を辞めて専業主婦になったわ。結婚してから職場の人間を招いてホームパーティーをしたことがある。職場には日本人の同僚もいるの。ホームパーティーの時にフルーツをそのまま並べておいたら驚かれたわ。日本でもしホームパーティーを開くとしたら、フルーツは食べやすくカットして用意するのだそうだ。最初は意味がわからなかった。そのままかじって食べればいいのにって。日本ではリンゴや梨を食べるとき、皮を剥いて食べるのだという。もしもパーティーでフルーツを出すなら、皮を剥いて用意するか、デザートの時間に合わせて皮を剥いてカットしてサービスするみたい。そこまでしないといけないのって逆に驚いたわ。そんな私たちが日本に行くことが決まったのは、結婚して1年目くらいの頃。夫が日本の本社に転勤になったのよ。観光旅行としてなら何度か日本に行ったことがあったから別に抵抗はなかったわ。それに日本企業だし、もしかしたらいつか日本で働くことになるかもとは思っていた。日本のボスはアメリカに来たことがある人で、私たちとも親しい。もちろん日本人だけど気さくな人で仕事しやすいのよ。私も夫も日本が好き。日本は清潔で居心地の良い国。食べ物も美味しいし、何より治安がいいところが素晴らしい。夫は騒音とは無縁の街で生活できるなんてと喜んでいたわ。日本の街は静かだと思う。車の数は多いのに、クラクションや怒鳴り声が聞こえてくることはない。それでいて夜も楽しめるスポットがたくさんあるところもまた気に入っている。日本勤務は1年から1年半くらいの予定だという。観光の時はせいぜい数週間だったから、長くいられることが楽しみで仕方なかったわ。日本行きの用意を少しずつ進めていたある日のこと。なんだか体調が優れない。これから日本で生活することに緊張しているのかしら。気になって病院で検査を受けたの。すると妊娠していることが判明した。もう数日後には日本に向けて出発するという時になって、夫に話すと大喜びしていたわ。異国での妊娠生活を送ることや出産することに不安はあったけど、
日本は世界一安全な国だ。医療制度も整っていると聞く。夫と一緒に行くんだし、きっと大丈夫。ただ両親はものすごく心配していた。私だけこっちに残って出産すればいいとか言い出したわ。日本での生活が始まった。思った通り暮らしやすい国だったわ。日本での生活に必要な手続きを済ませるとき、妊娠の報告もしなければいけないことを知った。日本では妊娠すると母子手帳という冊子をもらう。英語で説明してあって助かった。妊娠生活中に驚いたことがある。体重制限が厳しい。日本の妊婦は太ってはいけないのよ。アメリカの友人が妊娠したときは好きなものをいろいろ食べて結構体重が増えていたのを覚えている。お魚や生物を控えるように言われたみたいだけどね。日本では体重が増えすぎると注意されるの。それに毎回の定期検診でお腹の中の様子を確認できるウルトラサウンドよ。どこの病院でも同じみたいだから日本はすごいと思った。入院期間が長くて病院食が美味しかったのを覚えている。ただ説明を聞くと無痛分娩ではないみたいだった。痛みは苦手。麻酔を打ってほしい。妊娠中、日本の食べ物は美味しいと改めて感じたわ。特にライスが美味しいの。いつの間にか夫と私の主食はライスになっていたわ。体重を増やしすぎないように美味しいものを食べるのってなかなか大変なの。隣で夫が好きなだけ食べているのを見るのも辛かったわ。そうそう、日本には陣痛タクシーなんていうものまである。結果として利用することはなかった。運よく夫がいる時に病院に行ったからね。でも日本に知り合いのいない私にとって心強いシステムだと思った。いよいよ出産のために入院。事前説明は受けていたけど、やっぱり無痛分娩ではなかったわ。大変な思いをしたけど無事に女の子を出産した。入院中にはボスがお見舞いに来てくれたの。日本に知り合いが少ない私たちにとってとても嬉しい出来事だったわ。ボスには日本で生活することになってから何回か会ったけど、それ以来だった。なんだかとても大きな重そうな箱を抱えている。ボスが病室に入った途端、部屋中が甘い香りに包まれたの。そう感じるくらい甘くていい香りがした。ボスは出産のお祝いを持ってきてくれたのよ。顔をほころばせて夫とハグをしていたわ。ボスが帰ってからその箱の中身が気になって夫に見せてもらったの。それはものすごく美しいフルーツの詰め合わせだった。こんなに綺麗なフルーツは今まで見たことがない。どのフルーツも美しいの。フルーツを見て美しいって感じるなんて。早速夫とフルーツを食べてみたわ。まずストロベリー。ものすごく大きい。うわぁ、甘い。粒の中まで赤くて最後まで甘い。こんなストロベリーは食べたことがないわ。次にメロン。看護師の人にナイフを借りて夫がカットしてくれた。なんなのこの甘さは。香りも素晴らしいし、色も美しい。味も最高。果汁まで甘い。ボスの持ってきてくれたフルーツの詰め合わせはまるで宝石箱。マンゴーに大きなオレンジ、ブドウまで入っていた。数日後退院するまでには全てきれいになくなったわ。どれも素晴らしく美味しかった。とにかく甘いの。退院後しばらくして夫が日本のフルーツのことを調べてくれた。どうやら日本には贈り物用の高級フルーツというものが存在するらしい。いちご一粒が10ドルもしたり、メロン1個が270ドルだったり、信じられないくらい高い。でもその分美味しい。フルーツの甘みが濃縮されている感じ。お見舞いでもらったあのフルーツは間違いなく高級フルーツだわ。スーパーで売っているオレンジやリンゴとは甘さが違いすぎるもの。娘を連れて外出できるようになった頃、あの高級フルーツが気になってスーパーに行ってみたの。でもボスにもらったようなフルーツは売っていなかった。リンゴやオレンジ、バナナは売っているけど、メロンや大きなイチゴは売っていなかった。日本のスーパーで売っているフルーツはどれも新鮮ですぐに食べられるものばかりだ。傷んでいるフルーツは売っていない。山盛りになったフルーツの中から形のいいものを探す必要もない。量り売りではなくて、いくつかまとめてパックに入っているの。値段も書いてあるから、そのままレジに持っていくだけ。ボスにもらったようなあの高級なフルーツはどこで売っているのかしら。ある日夫は職場でフルーツのことを聞いてくれたようだ。
ああいった高級フルーツは近所のスーパーでは買えないこと、高級なデパートまで行かないといけないこと。知らなかった。あの時の美味しさと感動が忘れられない。私は娘を連れて夫とデパートに行くことにしたの。するとある果物専門店が見つかった。どうやら有名な果物専門店みたい。並んでいるフルーツを見るとどれも美しいし美味しそう。でも値段を見て衝撃を受けた。なんて高いの？これは気軽に買えるフルーツじゃないわ。ふと横を見ると見覚えのあるフルーツの詰め合わせが目に入った。え？これだわ。ちょっとフルーツの種類が違うけどきっとこれよ。私と夫は顔を見合わせて恐る恐る値段を見てみたの。次の瞬間私たちは固まってしまった。そして夫は天井を見上げてため息をついた。それはとても言えないような金額だったから。確かにあの時食べたフルーツはどれも素晴らしく美味しかった。だけどこんなに高いなんて。ボス、ありがとう。日本は怖い国ね。でも思い出してみると、あの時のフルーツは天国の味がしたわ。以上がエピソードの概要です。そんな日本の高級フルーツは SNS や YouTube などでもたびたび紹介されており、海外スレッドにもたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。日本のフルーツがあんなに高いとは思わなかった。私が日本に行った時に驚いたのは、ブドウ、メロン、イチゴ、桃、あらゆるフルーツの大きさだったわ。日本のフルーツはとても大きく育っていて、デパートでは高価な値段で売られていたの。日本ではフルーツを贈り物にする習慣があるから、高価なフルーツが売られているとも聞くわよね。日本のスーパーには私の国で食べたことがないような甘い果物が多くてびっくりしたわ。私の住んでいるところではメロンは300円で買えるよ。ネクタリンと桃なんかも8個入りで500円くらいで手に入る。だから日本のフルーツの値段の高さが信じられない。でも日本のフルーツの見た目は美味しそうで素晴らしく見えたけどね。日本のメロンはまるでマンゴープリンのように見える。日本人の経済力の高さには本当驚かされる。以上が海外の反応です。エピソードをご紹介したアメリカ人女性は、日本の高級フルーツの詰め合わせを宝石箱のようだと語っていました。フルーツを贈り物にする習慣のない彼女にとっては、とても衝撃的な体験だったようですね。日本の高級フルーツの凄さは値段だけではなく、それを綺麗な箱に入れて付加価値をつけたり、一粒ずつ綺麗に並べたり、ネットで包んだりするところです。そういった日本人のフルーツを大切に扱う姿も外国人さんには新鮮に映るようです。そんなものを大切にする文化はこれからも大切にしていきたいですね。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか？ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。では、またお会いしましょう。日本って、いいね。